めちゃめちゃ喋ってんだよな、私だって今。確かに。でも、いがみ合うのって意外と難しいなっていうので気がついた。なんか、いがみ合う、さ、材料がないと別にいがみ合う必要もないなって思っちゃったんだよね。確かに。なんだろう。だってもう、ピカミはだってもらいのこと好きじゃないっていうのも肩から見てわかるし。そうなんだよね。別に私がピカミちゃんを好きだとしても別にそれは、あれなんだよね。いがみ合う対象にはならなくて。え、ピカミのこと好きなの？ねえ。あった。そうなんだい。言い方よ。じゃあ脈出しじゃん。え？あー、もの絵が？そうそう、ピカミちゃんから私がもう脈出しじゃん。そうだ、脈ないよ、お前は全然。ピカミなんて思ってないよ、もの絵のこと。そうなんだよね。うん。それはそれで悲しいな。ない、は？え、好きなの？画面が動く、横に。好きなの？いやいや、そんなことは。ね、その反応怪しいよね。ピカのこと好きなの？いや、まさかそんな。大丈夫で、信じていいよね、友達だよね。友達ですけど。ビジネスフレンドですけど。そうそう、ビジネスフレンドですけど。そう、なんか大丈夫だよね。大丈夫、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 大丈夫。危ない、発症するところだった、メンヘラ。危なかった。いがみ合う材料としたって、そこはなり得ないなっていうところがあるから。そうだね。そうそうそう、いがめないな。うんうんうん、確かに。てかに確かにな、物に対して脈ないから。でも最近やっぱ友近のこと好きみたいだよ。え？なんかやっぱ話してて感じる、あ、友近のこと好きなんだっていうの感じてきて。いやでもそれは、わりかし私もピカミちゃんに思ったことある。は？それはお前の勘違いだよ、人生の状態な。泣いちゃう。でもピカミちゃんここ最近じゃないな。ここ最近と結構砕けた感じで話してくれる。そう、ここ最近ちょこちょこ話して、なんか結局そうだよね。ピカミちゃん、あの、コミュ障をこじらしてるから、あんまり私たちにもそんなに最初喋ってくんなかったんだよ。心開いてる感なかったんだけど。そう、ここ最近、やっとだんだんちょっとずつ、あ、仲良くちょっとずつなってきたなっていう感じがすごくて。話してくれるし、なんかすごい、あ、すごい、すごい、なんかわかるの、なんか違うんだよ。そう、最初と今の感じは全然違ってて、その、言語化できないけど違いがあるんだよね。そう、違うんだよ。みんなは多分わかんないけど。そう。ちょっと、今とかで話してるからね、ちょっとずつ。本人が気づける程度のギリギリの違いがあるんだけど。うん。私ちょっと前に、ピカミちゃんが、その相談をしてきて、やった、ここまで来たんだって思ったら、あの、それ一回でパッタリ来なくなって普通に、めちゃめちゃ悲しかったんだよね。友近はどっちにも声かけちゃうからな。うん。ピカミになるからモノエでいいやっつって。え？モノエ呼んだりとか。そういう、あれ私2番目だったの。2番手の女だよ、モノエは。動揺がすごい。ごめんな。ピカミが1番なんだ、私には。悲しい。え、ごめん。あ、ちょっと、なんでもない。やめちゃった。終わり。